おはよう。前髪が長い。おはよう。ちょっと待って。占い？うわ。占いね。ちょっと待って。占いさ、悪かったら最悪なんだけど。はいよ。中村でーす。ハートありがとう。バラもありがとう、キノコもありがとう、手紙もホイットもありがとう。昨日は1位。え、なんかさ、初日はね、なんか2位だったっぽくって、なんか高順位なの。だから今日ガタッと落ちる説はあります。なんかさ、ウィッグをつけてるんですけど、毎回舞台でね、気づいたら前髪がめっちゃ長くなってました。いつもさ、前髪もしまうからさ、なんかあんま考えてなくってさ、前髪長くなってた。いや、ありがとう。まだだよね。どうもありがとう。そう、伸びた。ほら。おはよう。今日のワンコ、あ、終わった？眠た。睡眠不足か？どうだろう。睡眠不足なのかな。わかんないけど、なんか毎日アドレナリンが出ててさ、乗り越えてます。終わったらさ、一気にガタってさ、寝そう、落ちて寝落ち終わった瞬間。いいね、ハートありがとう。見に行くね、お待ちしてます。寒いと思うので、あったかくしてきてください。頑張ります。もう足がね、パンパンで痛くて。土曜日なんか、土日はもう結構すごい、もう買えないのかな、わかんない。土曜日は買えるかな。あ、日曜日、わかんない。千秋楽はもうなかったけど、土日もほぼなかった気がした。ありがとうございます。そう、つま先立ちの日々だから。そうなんだよ。もう55。結婚してありがとう。週末のチケット完売でした。あ、もうないのかな。そしたら、あ、なんかセット、舞台セットがすごいんですけど、舞台セット自由にお写真撮っていいみたいなので、ぜひぜひ撮ってください。はい、ありがとうございます。
朝急、そうだよ、目がさ全然開いてない。夜に比べて本当に応援してた。ハートありがとう。行くよって人、え、まだ初見だよって感じだよね、きっと。そうだよね。あ、今日アフタートークある夜です。ありがとうございます。そろそろ、あれ、まだじゃんけんしてたわ。じゃんけんさん、ありがとう。中村舞です。みんな起きてるだけで偉いね。いいこと言って。いや、もう私もなんか言えない、なんかさ喋れないですね、やっぱ。思いましたね、ちょっとね。となんかさ、むずい、むずいです。中村前に朝から会えたから、あ、いいこと、うら、嬉しい。占い来た。え、ちょ、待って待って待って、え、待って、あれ、1位見てなかった。まあ、連続1位なわけないよね。いないんだけど。あ、7位だ。視野が狭まり、判断力低下、情報のアップ、あ、イヤホン。え、何、何、7位、折り返し、あ、折り返しじゃないね、半分以下だね。見るんじゃなかったわ。判断力が低下、なんだと。イヤホン持ってきてる、持ってきてる、カバンに入ってます。7位いい方なの。終わっちゃった。自分は12位でした。今日の占いは信じないようにしましょう。はい、7位以下の人、今日の占いは信じないようにしましょう。ありがとう。疲れが出る時期か、どうだろう。でもね、初日が終わった日にすっごい、もうなんか1公演の使うエネルギーがすごくて、本当にもうなんかどっとね、なんかもう本当に最後らへんなんじゃないかってぐらい、なんかドンってきたんですよ、自分の中で。ねえ、なんかやばい、これあと8公演持つのって思ってて、その初日終わった日にね。けど、なんとか2日目乗り越えたので、3日目、ありがとう。初日終わってね、安心したと思ったんだけど、全然安心してなくって、安心したいというか、毎回本当に同じぐらい全部緊張するからさ。頑張ってます。本当にドキドキ。ね、公演とは全然そう、違う。アフタートークはね、終わった後に15分間ぐらいね、あの割とすぐあるんですけど、みんなで、あのみんなでっていうか、その日決まったメンバーでステージ上でやるんですけど、
時間がある方はぜひ 見て帰ってくださったら嬉しいですね。ハットバラありがとうございます。でもなんか毎回いろんなことが起きて、違うことが起きてなんか楽しいなって思いますね。あの毎回一緒じゃなくてさ、いろんなことが起きて変化があるからね。ありがとうございます。私は回しにならない、基本カラーポアントのメンバーの方がなってくれます。なんでこの間リオンちゃん、昨日はリオンちゃん、夜はセナさんっていう、ね、そうカラーポアントのメンバーの方が、そうそう、ありがとう。ポアントってどういう意味？ポアントってなんかさ、つま先立ちみたいな意味があるの。しかもトーシューズのこともポアントっていうの、別名ポアント履くとか言うよ。ポアントするっていうのも言うかも。なんかつま先立ちすることもポアントっていうし、なんかトーシューズのこともポアントみたいなって言ったりする。ありがとう。カラーポアントさんね、全部トーシューズに色が塗ってあるでしょ。だからカラーポアントやっと、ありがとうございます。なんかみんながダジャレ言ってる。マジでみんな同じダジャレ言ってんだけど、ポワンとしてますみたいなマジでみんな同じこと言ってる。今このコメント欄でなんかポワンとしてます、同じこと言ってるって。最近は夜に会うより朝が多い。いや夜もやったんだけどさ、夜さ帰ってきて遅くなっちゃうんだよね。そうそう、まあ、いつも遅いんだけどまあ朝さ昨日おとといしてなかったっけさ、もうさすがにね、なんか体力の限界を感じて寝てました。見てたよ。そう。なんかさ、天気悪いよ。若干。だから気をつけてきてね。なんか雨。そうなの。あ、もう降らなくなる。あ、そうなの。じゃあ大丈夫か。傘はね
持ってきたら大変ですからね。満員電車でもなんか池袋、会場が池袋なんですけど、人がやっぱ多いね。池袋は大きい駅だからすごい人がいっぱい。でもその会場まで地図見なくてもたどり着けるようになりました結構早く覚えた。まあなんかそんなに言って遠いわけじゃないんだけど、どんぐらい経ったかな、あ徒歩でね何分かな、6分ぐらい、5、6、分かんない、7分ぐらい、分かんない、6分ぐらい歩いて覚えたよ。もう今日で4回目だから行くの。まいちゃんの歩く速度が、あ、私でも歩く速度めっちゃ遅いんですよなんか急いでない時はもうめっちゃゆっくりトコ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 行く。公園の横、そうそうそう、なんか意外とね覚えやすかった。お寺が近くにあるんです。ほんとわかんない、ごめん。私さ、そのクラブミックスだよね、行ったことないんだよね。どこにあるんだ、近いの、わかんないけど。お経が聞こえてくる、そうなの、めっちゃ近い。 お経じゃないや、お寺がと隣の隣ぐらいにあるっけ。そうだよね、お寺のなんか中にある、中っていうかそのお寺が近くにあるけど敷地がそうなんかいね。ありがとう。あったあった、確かになんか行ってたら近くにあったイメージある。ファイト、ありがとう。ハートもありがとう。なんかね、なんて言うんだろう、なんか新鮮です。いつも公園とかもなんかみんなでまとまって行ったりするんだけど、結構なんか自分で考えて時間逆算して自分で行ったりして自分で準備して全部で、あ、もうメイクさんとかはまあいらっしゃるので、まあ、でも自分のそうこの時間に行けば間に合うっていうのをちゃんと自分でなんか頭で計算して、そう自分のタイミングで行ってで準備して間に合うようにって感じなのがな、すごい不思議な感覚で。愛してありがとう。なんかこんな風な、そうね、 STU を飛び出してお仕事してるのってなかなかないので、なんか新鮮です。ありがとう。不思議なんだよね。あ、そうそうそう、団体行動してるからさ、だからさ全部さなんか移動とかもみんなでするしさ、決められた時間にこう動けるようにするからさ、
ありがたみを感じる？なんか別にマイナスな表現じゃない、全然その自分一人でやるっていうのが、新鮮って思うだけでマイナスだとは思ってないので、ありがたいですけど、そりゃ。なんかなんて言うんだろう。そう、一人でしてる感じがなんかね、今までない感覚。結婚してありがとうございます。ピンのお仕事？寂しくないよ、全然。寂しくないですよ、頑張ってますよ、大丈夫ですよ。ありがとう。全然泣いてない、泣いてない。かわいい、ありがとう。とてもいい環境でお仕事させてもらってます。何よりもやっぱり演出家のヒンクさんっていう方が、なんだろう、私のことを一人の人間としてしっかり見てくれてるっていうのが自分の中ですごい伝わってくるっていうか、なんか、あ、自分のことをこうやってもう本当に一人の人として見てくれてるんだって、なんかで、すごい毎回毎回たくさん声かけて、そういただけて、私はなんかそれですごく嬉しかったというか、そりゃそう、そうじゃない時もあったりするかもしんないじゃんね。だからなんかね、すごくね嬉しかったんだ。ありがとう。ダメ出し？いや、ダメ出しっていうか、いろいろ教えてもらったりはしてますね。バレエは主にもめっちゃ教えてもらうし、そうそう、なんかいろんなとこで結構気を使ってくださって、洋服もいただいて、そうですよ。なるま、ありがとう。ありがとう。ブランク？ありました、ありました、全然ありました。でも練習期間で結構トーシューズはもう履いてたので、新しいトーシューズ下ろして、なんかすっごいいっぱいクマもらったんだけど。
ありがとうございます。福ちゃん丸さん、ありがとうございます。ありがとう。まあ17分、ありがとう。もうじゃあそろそろ終わります。え、何分からしたっけ。今日も2公演なの。そうなの。なんで頑張ります。疲労感どうだろう。でもアドレナリンが出てます。52分、ありがとう。頑張りますよ。なんかさ、セリフが飛ぶとかはないから別にいいんだけどさ、ちょっとハプニングだけがないようにします。いい、頑張ります。本日もということで、ちょっと誕生日をココさん、トールさん、クマネパパさん、ティンさん、ゆばしりさん、福太郎さん、谷谷さん、お花ちゃんサムさん、しぐれさん、きのぺこさん、あっさんさん、考えなしさん、1位はドドドドドーン、福ちゃんまるさんでした。ありがとうございました。あー、怪我には気をつけます。そうですね、怪我とあと体調壊さないように頑張ります。それでは皆さん、金曜日も頑張ってください。私も3日目頑張ります。いってらっしゃい、ありがとう。みんなもいってらっしゃい。いってきます。まだね、ありがとね。今日も頑張ろうね。朝からありがとう。いってらっしゃい、ありがとう。いってきます。